そしたら正面からお願いします。と、はい、こ,こです。はい、生毛が本日会場内ご覧になっていかがでしたか？いや、あのー、まあ、すごく有名な僕が知っていたアーティストの方から、あの初めてあの拝見させていただいた。まあ、世界のたくさんのアーティストの方のソロ、このウークリコの解釈のアートの作品を見させていただいてすごくなんだろう。 歴史があるものでもちろん僕よりも生まれる前から世の中にあるものをそのそれぞれの方が解釈しているものを見れてすごく充実感もあっってて楽ししく見させていたたただきました特にに印象に残った作品あの漫画家の安野さんの作品がやっぱりあの僕が個人的にそういう漫画だったりそういうカルチャーが好きなのでそういう方もそのアートとしてあのこの作品に展示されているものを見てすごくなんか。 うん身近にあるものではあるんですけど漫画というもの自体はそれをこのまた僕の知らない世界観と掛け合わせたものがすごく新鮮で、はい、印象に残りましたでは最後にブーブークリコの企画展ということで、はい、桜田さんがシャンパーニュを楽しまれる時っていうのは僕はもともと普段はすごくお酒を飲むタイプではないんですけどだからこそん年末だったり年始だったり少し特別な日に本当に自分が。 信頼している仲間だったりお世話になっている方と少しだけ飲ませていただくときにやっぱこういうよりいいと思えるものをあの飲むのが僕の一年の楽しみだったりするのでそういう時に飲むことが多いですすありがととうございいまま質問以上とさせていただきます。